川床丹波竜は、兵庫県丹波市三南町、加古川水系篠の山川川床の、篠山総群において2006年8月7日に、初めて発見された、ティタノサウルス型類と推測される恐竜、または、その化石。2014年8月12日、兵庫県立人と自然の博物館は、丹波竜が新属新種と認められたと発表。学名は、 タンバティタニスアミキティアエとなった。発見地のタンバとギリシア神話の巨人ティタニス、発見者二人の友情を意味するラテン語のアミキティアエを組み合わせたものである。2006年8月7日にタンバ市在住の二人の男性によって、篠山側において発見された小さな化石の一部は、その後専門家の鑑定により、中世代白亜紀に反映した。 流脚類の一グループに属するティタノサウルス、ガタ類という恐竜である可能性が高まり、ほぼ全身に近い骨格が良好な保存状態で発掘される可能性が高く、この種の系統進化を解き明かす上で極めて貴重な資料となると考えられ、大きなニュースとして報道された。発掘作業は現在は一旦終了した。国内における前期白秋の哺乳類化石の 発見例は、石川県白山市白峰、福井県勝山市茶谷の2例あるが、世界的に見ても、前期白亜紀の哺乳類化石の発見はわずか55例しかなく、篠山総群化草部の年代に相当するものとしては、さらに少なくわずか11例にとどまる。このため、小型脊椎動物化石群集は希少でありさらに、哺乳類の化石を含んでいくことから、 重要な発見であるとの見方がされている。丹波竜が発見された篠山草群は、中世大白秋、前期、1億4000万年前から1億2000万年前頃に、平野部に土砂が堆積することによってできた地層で、当時の日本は、大陸の一部であったため恐竜が生息していたことは、考えられていたが、これまで、恐竜の化石の産出の事例はなかった。 今回の発掘現場は、川岸、川底などに溜まった小石、砂が固まってできた岩盤である歴岩、砂岩、霊岩の層と河川の氾濫時に、洪水で運ばれ堆積した泥が焦化してできた、霊岩層が繰り返し堆積しているが、恐竜の化石はこの霊岩層の中に埋まっていた。丹波竜第一次発掘調査現場、丹波市三南町市の山川川床こ,これまでに採取され、 クリーニングを経て明らかになったもの。第二次発掘調査の様子2008年1月11日より、第二次発掘調査の本調査が開始された。人博研究員の指示により、約20名のボランティアスタッフも参加し、毎日午前9時午後5時頃まで悪天候の日を除き行われている。2009年1月9日より、 約20名のボランティアスタッフが参加して、第三次発掘調査の本調査が開始された。第一発見者である男性2人によって、丹波龍と命名される。当初、2人は他の例などを参考に、地元の名を冠した、植滝龍あるいは町名である、三南町から山並龍なども考えたが、丹波市民のみならず、 篠山市や京都の丹波地方までも含んだ多くの地域の人々にも親しんでもらえるのではないかという点と語呂の良さを考慮して最終的に丹波流としたという。また当初は個人での丹波流の商標登録も考えたものの金儲けとの誤解を招いては不本意と考え丹波市による申請とし発見の公式発表日の二千七年一月三日まで 町、2007年1月15日に、特許庁に、丹波竜の商標登録を出願した。恐竜の発見は町おこしにもなっている、丹波市は、1996年により人口が、減少し、過疎化と高齢化が進む町であり、現在約7万2000人の人口の65歳以上の、高齢化率は2015年には3割を超える、見通しである。 この降って湧いたような恐竜発見のニュースは、この街に突然、恐竜ブームを巻き起こした。恐竜ラーメン、恐竜うどん、化石缶、恐竜卵茶など恐竜にちなんだ商品が続々、登場し周辺の土産物店や、食堂のメニューなどに並んだ。また、丹波市は、恐竜の愛称である、丹波竜の商標登録出願を済ませるとともに、 恐竜を生かしたちづくり化を発足。2007年5月1日からは恐竜化石保護条例を施行した。現在では丹波竜の商標を使用した丹波竜ラーメンや丹波竜丼なども売り出されている。丹波竜化石工房チータンの館山南住民センター内1階に2007年12月1日に開設された丹波竜のクリーニング作業を見学できる施設で、 タンバの資料なども多数展示されている。特に、第一次発掘調査で算出された、化石のレプリカや、下山総群より算出した、恐竜化石を含むデーガン生ン化石のほタンバ竜の解説パネルなども展示されている。2010年12月4日には、タンバ化石工房チータンの館として、産卵支所横に独立した建物として、 真相をオープンした。ありがとうございます。